ロシアで発生した暴動の様子フーリガンとは、サッカーの試合会場の内外で、暴力的な言動をする暴徒化した集団のことを指す。語源には、明確ではないがいくつかの説がある。いずれかが語源となり、乱暴者を意味する、一般的な英語として定着した。本来の意味の、フーリガンとは、公共物を破損させたり、いたずらをするもののことを指すが、いつしか、 サッカースタジアム内外での暴力行為と破壊活動を行うものの総称としてフーリガンと呼ばれるようになったという。また、フーリガンという用語が国際的に認知される以前は英語で乱暴者を意味するローディーズ、悪感を意味するルフィアンなどが使用されることもあった。フーリガンの目的とは労働者階級の者たちが鬱屈した。 生活のうさはらしとして、大声を立て暴力を行使するのだとされる。その際、試合結果に興奮した者が感情を爆発させ、偶発的に暴動を発生させるのではなく、暴力行為を目的とする者が、試合内容に関係なく、意図的に暴動を引き起こすのだという。特徴としては、以下のものが挙げられる。アルコールを引用し、 明定状態にある10代から20代の男性により、構成されるいくつかの小集団が示し合わせたかのように、集団行動を取りーと化する試合日時の遺憾、試合内容の遺憾を問わないスタジアム、近隣都市、交通機関など場所を問わない市、レンガ、ガラス瓶、木材、ナイフなどを武器として携帯し、乱闘や破壊活動を行う外国人排斥を掲げ、 宗教差別的態度を取り仲間同士で団結する。またはその国や地域などが持つ民族対立、宗教対立、経済格差などの社会問題や政府に対する不満、国民戦線やネオナチなどの極右勢力との結びつき、一部のものが起こす反社会的行為に対する集団心理的同調などが挙げられ、具体的にフーリガンには、 大きく三つの種類に分類される。試合の観戦ではなく、暴れることそのものが目的となっているもの。自ら暴動に加わらず、騒ぎを起こすことだけを目的とする先導者。自ら、騒ぎを引き起こすことはないが、他人が騒ぎ始めればその場の空気で加わるもの。特に一と二のタイプは、警察当局から厳重に監視されており、 要注意人物についての情報交換は、国際大会の参加チームなどの状況に応じて、各国警察の間で随時広く行われている。FIFA などは、試合自体の禁止や、延期処置だけでなく、このような行為を行ったサポーターに対し、試合会場内への入場禁止処置、さらにはチームに対しても、罰金や無観客試合、一定期間の国際大会などへの、 出場禁止といった罰則を課している。スポーツ競技場における観客の暴動は古代からの問題であり、59年にローマ帝国のポンペイで行われた剣闘士の試合において暴動が発生し、死傷者が出た事件や、532年に東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルでチャリオットを使ったレース競技がきっかけとなり勃発した二カの乱などが記録として、 残されているが、現代社会に通ずる、フーリガニズムと類似した事例は1899年にスコットランドで発生している。ありがとうございます。